日本鹿児島県鹿児島市日野口町日野口町は、鹿児島県鹿児島市の町。旧薩摩国鹿児島郡鹿児島城下日野口通り町、鹿児島市日野口通り町。郵便番号は892-0845。人口は1261人、世帯数は914世帯。1963年より、日野口町の全域で、住居表示を実施している。 鹿児島市の中央部、甲月川の下流域に位置している。江戸期は、鹿児島城下の市屋敷が多く所在していた。住宅街の中に店舗が混在しており、アパートや駐車場が多くある。町域の北方に、山の口町、南方に、新屋敷町、東方に、松原町、千日、町、西方に、鍛山町がそれぞれ接している。町域の西端を南北に、 鹿児島県道20号鹿児島加瀬田線が通っており、南端を東西にパース通りが、北西部には、日の口本通りが、北東に通っている。南西端に、鹿児島市立高等中学校が所在している。日の口の読み方は、タイの口とも呼ばれることがあるが、鹿児島市市第一巻には、トイの口が正しい発音であると記載されている。しかし、鹿児島市が公表している。 鹿児島市の町名一覧や、角川日本地名大辞典における町名の読み方は、手の口町となっている。地域住民の間では、戦後平成初頭は、タイの口、それ以降は、手の口と呼ばれるようになった。平成5年8月豪雨の被害による住民の、転出入が多数発生したため呼び方が変わったものと思われる。火の口町という町名は、難読地名であり、 平凡社の日本歴七名体系の南独地名一覧には、日の口として掲載されている。江戸時代の天保年間に編纂された、天保切り絵図によれば、高月川、清滝川、南は、新納目の工事までの区域に、日の口通り町があったと記載されている。谷山通と南林寺の間には、日の口馬場が存在した。明治時代初期頃の日の口通り町は、 鹿児島知事によれば、鹿児島郡鹿児島府下のうちであった。また、鹿児島市史第一巻によれば、明治時代初期の日の口通り町は、平民が多く住んでいるが、氏族も306個あることから、武家町に含まれるとしている。1963年の町域再編前と、再編後の町域の比較1888年に、交付された姿勢に基づき、 1889年2月2日に官報に掲載された市政施行地によって鹿児島が市政施行地に指定された。3月5日には鹿児島県令第26号によって鹿児島郡のうち50町村が市政による鹿児島市の区域と定められ、4月1日に市政が施行されたのに伴い鹿児島郡50町村の区域より鹿児島市が成立した。 それまでの日の口通り町は、鹿児島市の町、日の口通り町となった。1899年には、日の口通り町から通りの字を削除し、日の口町に町名を解消した。1911年6月22日に大雨により、日の口町において、家屋浸水の被害が発生し、同年9月21日には、 台風が襲来し、高月川が氾濫し再び河北浸水の被害を受けた。1917年にも低気圧通過による豪雨によって清滝川が氾濫し河北浸水の被害を受けている。第二次世界大戦中の1945年4月21日には、日の口町などの区域がアメリカ軍の空襲を受けた。1947年には、 日野口町の区域内に、鹿児島市立第四中学校が設置された。第四中学校は1949年に高等中学校に名称を改めた。1962年に住居表示に関する法律が施行されたのに伴い、鹿児島市は、鹿児島市街地域の住居表示に着手した。1963年9月には、日野口町の全域で、 住居表示が実施された。また、住居表示の実施に伴い町の区域の再編が行われ、日野口町の一部を梶山町及び新屋敷町、千日町にそれぞれ編入し、新屋敷町の一部及び山野口町の一部を日野口町に編入した。1964年に町域内を流れる清滝川が暗渠化され、鹿児島市によって駐車場が整備された。 以下の表は国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。鹿児島市立高等中学校市立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。高等中学校前へ伝提。ありがとうございます。